Android One を搭載したスマホが登場しました。シャープの 507SH。 Android One とは何かというと、 Google が始めた新興国向けのプログラムだったそうです。新興国では低価格な Android スマホが出回っている一方で、端末は出っ放しになってしまうことがほとんどだと。なので OS が買った時の古いバージョンのままになってしまうよという問題があったと。それを解消するために Android One っていうのが始まったらしいです。で、見た目はこんな風なスマホで、ネクサスとメーカー製端末の中間的立ち位置。メーカー独自の UI はサポートの手間が膨大になるだけと書いてありますけれども、 Y モバイルにとっても Android One に統一していくことでサポートの手間を減らせるというメリットがあるよと。じゃあ Android One は具体的にどういう感じなのかっていうと、アプリがこういうふうにシンプルになるよと。Android に標準で入ってるアプリじゃなくて、メーカーが独自に入ってるアプリは、この 507SH の場合は、Yahoo メールと簡単設定と Y モバイルとテレビと。このアプリだけですよと。で、カメラアプリなんかはもう Google の標準アプリですと。それで UI に関しても、Google Now ランチャーの UI になりますよということですね。で、どうやらこの 507SH っていうのは、アクオスの SHV35 と似ているねっていう話が出てるんですけど、ちょっと比べてみますけれども、これとこれ見比べてみるともうそっくりだよね。こっちはここにアクオスってロゴが入ってるけど、こっちに入ってないとか、こっちシャープって入ってるけど、こっちに入ってないとかね。ここに入ってんのか。位置が違うのか。Android One って書いてあるね。そういうロゴも入っているよと。左側面のこの防水の扉の形がちょっと違うんだよね。あとそもそもここの、デザインが違うしね、横のデザインがね。真ん中に筋入ってるけど、こっち入ってないもんね。仕様を比べてみると、こうなってまして、Android 6.0、Android 6.0、同じ。スナドラ 617MSM8952、 こっちも MSM8952、 メインメモリー 2GB の 16GB、 2GB 16GB と。で、5インチの HD と。5インチの HD 同じだね。3100mm、これも同じか。3100mm で、1300万画素、500万画素ね。1300万の500万で同じだね。サイズがちょっと違うね。厚みが違うんだ。こっちの方が若干厚みが増えるんだね。で、135g なので、こっちに比べるとやっぱり重さもちょっと増えるという感じなんだ。ざっと見た感じの Android One のメリットとデメリットです。まずメリットなんですけど、アプリがシンプルになりますよと。で、Google の標準アプリが使われているので、 UI が共通ですよと。で、ありながら防水とかワンセグに対応しているよと。少なくともこのシャープの 507SH はそうですよと。ただし、お財布携帯の対応はしてませんと。これは技術的な問題だそうで、要するに、メジャーアップデートが保証されているので、アップデートに対応するためには、お財布携帯のメジャーバージョンアップも対応しないといけなくなっちゃうので、そうすると非常に開発コストが高くなるという話になっちゃうので、見送られちゃったということです。で、次、OS のメジャーアップデートが最低1回18ヶ月間保証されると。セキュリティアップデートも最低24ヶ月提供されますと。これは予想ではあるんですけれども、ガラパゴスでフル装備な、まあ要するにお財布携帯とかにも対応しているようなフル装備なスマホよりも安くなるのではないかと。まあさっきも言った通り、デメリットはお財布携帯やエモパーも装備してないと。シャープの端末お得意のエモパーあるんだけど、それは非対応ですよと。エモパーが乗ってないのはさ、お財布携帯のと同じ事情だろうね。Android One はやっぱりね、三大キャリアとかメーカーとか、自社独自のものをたくさん持っているところにとっては、それらを捨てなきゃいけないので、採用には慎重にならざるを得ないんですよ。だけども、まあ Y モバイルみたいな MVNO は、むしろ
メンテナンスコストも下げて、かつそれなりに機能も充実している端末を作れるというメリットがありますね。ということなので、これ Y モバイル以外の MVNO でも結構広まる可能性あるなって感じしましたね。例えばフリーテルみたいなところがやればさ、結構面白いんだけどね。